演習試験。俺は八百万と組んで相沢先生と戦うことになった。組み合わせ的に考えれば俺がおとりになり八百万を逃がすのがベストだろう。相沢先生の個性も考えれば、常に個性を発動させ続ければこっちを見られているのも察知できる。八百万に常に個性を発動してもらいながら進んでいたが、気の緩んだほんの一瞬、相沢先生の接近に気づくのが遅れてしまった。個性が、轟さん、すみません。八百万、来るぞ、逃げろ。好都合だ。どの道、攻撃的なお前から捕まえるつもりだった。レディークラッシュ。随分と負担の偏った策じゃないか。女の子をおもんぱかるのは立派だが、もう少し話し合ってもよかったんじゃないか。話うまい。そうです。そういや、何か問題あった。最大出力だ。こういう、うん、猫さん完成済みだ。俺の力だ。まずは右、短めだ。対処する気を続けるか。根こそぎ。これの力。だったら燃えろ。左で炎か。まずは右、氷結。まずは右。想定済みだ。まずは力が。だったら、これだ。想定済みだ。焼け焦げろ。力が引くかよ。組み込んでくる。引くかよ。俺だって合理性に隠れ全部だったら焼け焦げろ。組み込んでくれんだ。ゼロではないか。やるじゃねえか。俺だって交互に手出しを。うわっ、手厳しいな。遠慮すんなって。やるじゃねえか。いいですか。公園だ。焼け焦げろ。公園だ。いいですか。聞くかよ。に応えるか。ニューストーリーズ。これでいいの？轟さんは無事、私はこのまま逃げ切れる。轟さんを助ける、逃げる、どうしたら。考えが、これでいいの？轟のところへ判断を委ねに戻ったか。体育祭以降、自信のなさが見て取れる。轟と自分を比べ、格上と決定づけてしまっているな。八百万、戻ってきたのか。悪い、聞くべきだった。これでいいかって。そういうのはお前の方が適任だった。何か策があるんだよな。でも轟さんの策が通用しなかったのに、私の考えなんて。
そういうのはお前が適任だったって言ってるんだ。学級委員を決めた時お前2票だったろ。1票は俺が入れた。そういうことに長けたやつだと思ったからな。あります、轟さん、私ありますの。相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションが。私本当は考えてましたの、相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションを。まずは轟さん隠れるんです、二人で。そして先生が瞬きし再び見られるまでの一瞬、轟さんはその一瞬で出せるでしょ、代表兵器を。轟さんが時間を作った隙に私の作戦を伝えました。私の想像と轟さんの個性の合わせ技、この作戦は連携が重要です。いい作戦だ、文句なしだ。勝負は必死、よろしいですか。レベルの違いを教えてやる。一芸だけじゃ務まらん。レディークラッシュ。思いつかずか。火炎で凍結する。氷結する。左で殺る合いだな。炎だ。まずは右、俺の力だ。引くかよ。対処するのタイミング。燃えろ。左で炎だ。燃やし尽くす。燃やし尽くす。引くかよ。勝利の糸口はゼロだ。勝ち燃えろ。左で炎だ。侮るなよ、エドカ。面倒だな。やっ、俺の力だ。引くかよ。凍結しろ。凍結しろ。まずは右。炎か。引くかよ、エドカ。侮るなよ。どうだ、それじゃゼロでもないって。だったら凍結しろ。引くかよ。乗り越える。エドカ。面倒だな。燃えろ、エドカ。燃やし尽くせ。侮るなよ。氷結。氷結。ゼロ、エドカ。面倒だな。合理性に勝って一芸だけじゃ。ヒーローは務まらん。対策済みだ。手厳しいな。動きを止める。侮るな。焼き払う。交互に。俺だって射てつけ。射てつけ。ひるめ。大したもんだ。ウィー。期待に応えるか。エクセレント。今です。トドロキさん、死を這う炎熱を。よし。ニチノール合金ご存知ですか。加熱によって瞬時に元の形状に復元する形状記憶合金ですわ。大したもんじゃないか。
こんなすんなりいくか。さすがだ。ありがとな、八百万。諦める前に僕を使うくらいしてみろよ。負けていいなんて言わないでよ。二度と言わねえぞクソナード。バカみてえなスピード相手じゃどう逃げ隠れても戦闘は避けられねえ。だったら私は姿をくらませた少年たちを探していたら背後を爆豪少年に取られてしまった。爆豪少年の表情、緑谷少年が気に食わない。それでも腹をくくったね。勝つために。そして緑谷少年が飛び出してきた。なるほど、爆豪少年の小手を。逃げと戦闘の接中は即席にしちゃいいじゃないか。やられたぜ。そうさ、二人とも本来ならクレバーな男たち。この協力がいつかの将来必ず大いなる一歩となるはずだ。さてと、先生頑張っちゃうぞ。もうすぐだ、もうすぐそこ。脱ゲート、オールマイト追ってくる様子ないね。まさか気絶しちゃったんじゃ。あれでくたばるはずねえだろクソ。次もし追いつかれたら今度は俺の小手で吹っ飛ばす。うんうん、それでそれって、何を驚いているんだ。早すぎる。これでも全然トップギアじゃないんだぜ。さあくたばれヒーローども。レディークラッシュ。譲れないな。最強のヒーローだ。壊せろ。来ないのか。なんだ、行かせろ。しまくんだ。いっぱいだ。寝てろってか。来ないのか。なんだ、殴りだ。来ないのか。僕を爆風に乗せてゴールに向けて投げた。
僕がゴールするまでオールマイトを足止めするつもりで、おかげでゴール直前まで僕はたどり着けたけど、かっちゃんはボコボコにされていた。その時なぜかかっちゃんを助けなきゃと思ってしまって、気がつくと僕はオールマイトのところまで戻ってしまったんだ。怖い時、不安な時こそ笑っちまって望むんだ。どいてください、オールマイト。スマッシュ。あと一歩かけていればクリアできたかもしれないのに。そうだよ、君は助けてしまう、そういう人間だった。オーリー。一歩進んだ人、壁に阻まれた人、引きこもごもの中、期末実技試験が終了した。翌日、夏休み中に行われる林間合宿について説明があった。今回の期末テストだが、残念ながら赤点が出た。したがって林間合宿は全員で行きます。ただ赤点は赤点だ。お前らには別途に補習時間を設けてる。ぶっちゃけ学校に残っての補習よりきついからな。覚悟しておけよ。期末テスト翌日、私たちは昨日の演習 VTR を見て感想戦を行ったの。そして授業時間が余った私たちに、オールマイトはあるレクリエーションを開催したんです。せっかく時間が余ったんだからね、有意義に使わないともったいないぜ。てなわけで先生が稽古つけてあげよう。まずはうららかくん、ジローくん、アスイくんだ。で、相手は俺がやろう。相澤先生、時間を合理的に使うのは大歓迎だ。さゆちゃん、ジローちゃん、やろう。さあ、お勉強の時間といこうか。ケロケロ、私の出番。一芸だけじゃ務まるん。レディークラッシュ。ドン。合理的に行こうか。うわ、防ぐわ。よろしくね。想定済みだ。形ばかりね。決めに行くわ。おとらくといいわ。行こう。想定済みだ。下から見鳴らせて。うわ、宙返り。行くかよ。乱れろ。これなら防ぐわ。短めだ。短めだ。満足。考えたわね。形ばかりね。これなら形ばかりね。慌ただしいわね。うわ、引くかよ。行こう。下からしならせて。うわ、引くかよ。ひろっ。これなら短めだ。リンダキロッと行くわ。鼓膜対処する。やるわね。
想定済みだ。宙返り引くかよ。ギュッギュッと鼓膜宙返り引く乱れろ。引くかよ。タイプ引くかよ。行くわ。掴むわ。倒れて行くわ。穴取るなよ。引くかよ。ゼロではないだ。宙返り行くわ。引くかよ。私の独壇場に。まあ、この調子で林間合宿も厳しくやってくぞ。ちゃんとついてこい。期末テスト翌日。引くなんて選択肢ないから。一芸だけじゃ務まらん。先手は打たせてもらう。行くよ。引くかよ。やめだ。これなら叩く。決める。捕まれた。引くかよ。対処する。これを引くかよ。これを叩く。これを止まる。レディークラッシュ。
先手を打たせてもらう。次は短め。行くよ。落ちろ。よっ。これを。想定済みだ。こんだけの量なら。引くかよ。これを。マスターズ。何やこれ。痛いとこはついてく。高加速だ。降り出す。行くよ。落ちろ。引き寄せて。バルゴボー叩く。決める。スカルト引くかよ。引くかよ。これをこれを行くよ。落ちろ。引くかよ。侮るなよ。遠慮すんな。私も挑戦する。短めだ。ゼロからだ。相当にもねえ。ラスを外せねえ。こっから落ちろ。引くかよ。寄せて。面倒だな。こんだけの量なら。せい。だけじゃ務まらん。レディークラッシュ。これ作戦ならノイズか。ノービア万寸だ。短めだが。イヤホン引くかよ。いっけ流し込む。ノービアやっこっちか。ノービアノイズか。ノイズが。ノイズが。ノイズが。怖くて。引くかよ。何？うわ！一匹！ノイズが。広がれ。ほら！ノイズが。穴取るなよ。諦めないし、サポート。まだまだ狙う。引くかよ。飲まれろ。引くかよ。逃がさない。近づかせない。せき逃がさない。逃がさない。よっと。ゼロではない。逃がさない。合理性に隠れ。ゼロではないか。目指しを隠せねえ。こんなんで一芸だけじゃ。まだまだ狙う。音の波に引くかよ。近づかせない。ノイズか。目指しを隠せねえ。諦めないし。目指しをゼロではないか。うわ。ゴミ線に隠れ。もっと上げてく。引っ掛ける。ノイズが。ゴミ線に隠れ。うちの負け。俺はドライアイなんだ。
爆音で接客イヤホン聞くかよ、時間だが攻めひっ引けノイスかゲット死ぬぞノイスか鼓膜攻め痛いとこはついてく交換速だ油断ろ個性は鼓膜想定済みだ命令してうわ近づかないノイズかあれ想定済みだやーっ聞くかよボリュームを逃がったノイズだ引くかよ飲まれろ引くかよ逃がさないノイズか引けなんだまだまだもっと上げてく引っ掛けるウルトラウィーンアメージング、うん、まあ、9大点ってところか。